はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスピです。今回はですね、以前にも動画にいたしましたダクエリをほとんど使わない編成、闇呪文ぐらいにしか使わない編成ですね、ジャイヒーグイヒー、こちらをですねお送りしていこうかなと思います。前回動画にした時はですね、本赤でのリプレイでしたね。なんですけれども、私ケイスケサバアカのニアスキアカタウンホール9になりまして、まだアチャクイがレベル1なので、今回はですねレベル1のアチャクイでもクイヒーできるのかっていうのをですね検証しながら、さらにダクエリも稼いでいきましたので見ていきましょう。はい、こんな風にですね6時方向からクイヒーを出していきまして、ここから9時方向に回していきます。で、そしてですねこちらの編成、攻める配置のポイントなんですけども、まずですね外側からアチャクイが対空砲をしっかりと追ってくれる、これがポイントでございます。やっぱりですねアップデートでヒーラーがトラップに引っかかるようになりました。なのでですねしっかりとアチャクイで対空を攻めて1本、できればまあ2本追っていきたいところなんですけども、外側から壊せるような配置、こちらをですね見ていきましょう。そしてアチャクイのレベル低い人はですねやっぱり進行具合かなり遅いです。もう私ケイスケのこのアチャクイレベル1なんかですねもうめちゃくちゃ遅いので、やっぱりですね歩くルートはそんなに長くなくていいです。まあ、ちょこっと壊して対空砲を何本か壊していって、でそしてここからですねジャイヒーに合流させていく、ね、この形がですね結構理想ですかね。やっぱりですねトラップに引っかかりやすくなりましたのでヒーラーが、なのでですねこんな風にヒーラーを大量に入れていきまして、そして大量のウィザード入れていきます。でここからですね中央に入れていくといった感じになっております。なのでやっぱりですね中央にタウンホールとかダクエリタンクを置いてあるので、そちら、ね、中央にしっかりと入れるようなルート作り、こちらを意識していきましょう。でレイジを使うタイミングなんですけども、アチャクイのレベルが低い人はですねすぐにやられてしまう。クロークの能力もまだ解放してない人はですね、まあ、アチャクイパートに1個かもしくはですね2個使っていって、まあ、ちょっと短い距離を歩かせていって、そしてですね、ジャイヒーですね最初の壁殴って対空砲を壊したりする部分、こちらにレイジをもう1個使っていって、でできればですね中央にレイジをもう1個余っていただくと使用していきます。でヒーリングですね今落としていきました。そうですね、ヒーラーがウィズ部隊にですねスイッチしてなかったので、こちらですねウィズに対してしっかりとヒーリングを落としていきました。保護を行っていきます。やっぱり要はですね後衛のウィザード部隊でございます。ジャイアントだけ生き残っていてもですね防衛施設にしか向かっていかなくて資源を回収してくれなかったりしますので、しっかりとですね後衛のウィズが生き残っていくようにヒーリングを落としていきましょう。で今回はですねちょっとアチャクイが分離されてしまってですね、こんな風に12時方向、真ん中ですね、焦点しておりますが、ここからジャイアントがどんどん回っていきまして、で、さらにですね、水もたくさん生き残っております。これのおかげでですね、たくさんの資源を回収してくれておりまして、ガッポガポですね。はい、ガッポリと回収してくれました。まあ、今回はアチャクイやられてしまったんですけども、ヒーローレベル低いと回復すぐ起き上がってくれますので、まあそんなにですね、待たなくて済みます。ただですね、こちらの編成40分ぐらいかかりますので、全部できるのに。なのでですね、マルチそこまでやらない人とか、あとはですね、授業前にセットしておいて学生さんだったら、で、そしてですね、まあ、授業終わって休み時間に攻めるとか、それぐらいのサイクルで攻めることができます。そしたら続いてのリプレイも見ていきましょう。続いてはですね、施設カンスト陣に対しまして攻めていきました。まずはですね、十字方向クイヒーを出していきまして、施設をどんどん削っていきます。で、ポイントなのがですね、やっぱり今回私ケイスケ、アチャクイレベル1でございまして、クロークもないので、単体攻撃の防衛施設2つから攻撃を受けた瞬間にすぐにですね、レイジを落としていきます。で、さらにですね、9時方向、ジャイアント2体を出していきまして、ババキンのターゲットを取って、水を並べてサイドカットを行っていきまして、で、ここからクイヒーを12時方向、1時方向に回していきます。はい、こんな風にどんどん施設を壊していきまして、でかなりやばいですよね、本当にですね、クローク使えないときはですね、本当にレイジのタイミング重要になってきます。なので、なるべくですね、火力の高いルートは通らせないようにいたしましょう。はい、ここからですね、クランの城に攻撃するんですけども、全然壊さないんですよ。めちゃくちゃ撃ってるんですけど、豆鉄砲ですね。はい、めちゃくちゃ時間がかかっております。で、ちなみになんですけどもね、こちらの編成、確かエリクサが28万1000円ぐらい、結構ですね、少々お高くなっております。ただですね、こちらの編成で資源狩りする場合はですね、トロフィーどんどん上げていきましょう。そうするとですね、やっぱり高トロ帯で、やっぱり勝利ボーナスかなりですね、高くなってきますので、なのでそのおかげでですね、エリクサーもそんなに赤字にならないです。というか結構プラスになったりします。ただエリクサーがもっと軽い編成、まあ探せばあります。ジャイアーチャとかいろいろあるんですけれども、結構ですね、そういった編成ですと、ダクエリ抜けなくて失敗したりするとか、あとはですね、星が取れなかったりするっていう可能性もですね、たまにあります。なんですが、こちらの編成、クイヒーが事故らなければですね、結構安定して星2を取りつつ、あとはダクエリも抜けるといった、
編成になっておりますので、個人的にはこちらの編成が一番かなと思っております。ただですね、まあ、他にもおすすめの宅エリ化石の編成ありましたらですね、皆様ぜひともコメント欄で教えてくださいませ。はい、そしてこんな風にですね、ジャイヒーとウイビーズですね、中に入れていきまして、令状をかけて一気に進軍していきます。そしてここからウィズがダクエリタンク攻撃するかなと思ったらですね、見間違いでしたね。ちょっと射程範囲外でございまして、ただいま私ケイスケのレベル1のアチャクイが頑張ってダクエリタンクからダクエリを抜いております。そしてこちらの編成マルチでもですね、結構全開取ることができます。私ケイスケのフォン赤、ケイスケ赤でですね、マルチでかなり全開も取ることができましたし、まあ、今回はですね、サバカのヤスケ赤ちょっと取れてないんですけども、ご利用し感強めで全開を取ったりすることができますので、結構ですね、トロ上げにも使えたりします。なのでタウンホール9になったらですね、やっぱり黒ジャイってですね、すぐにでも欲しいユニットでございます。で、こんな風にですね、クイヒージャイヒーやってみてくださいませ。ヒーラーもですね、まだレベル3でございますし、もう本当にですね、ユニットレベルどんどん上げていかないと本当にですね、対戦で星が取れないので、私ケイスケただいま頑張っております。そんな感じで今回はアチャクイレベル1からでも使えるクイヒー戦術、おすすめダクエリ稼ぎ編成のクイヒージャイヒー、こちらをお送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。